芝居を見るなら博多か中津と言われた時代がありました。ここには敷地いっぱいの大きな劇場蓬莱館がありました。大阪の劇場に夜忍び込みシステムを盗んで帰ったと言われる回り舞台まであったのです。日本最初の女優貞奴、松井須磨子、先代水谷愛子など当代きっての役者たちがこの回り舞台で所狭しと演じたのです。それはそれは華やかな絵巻が繰り広げられたことでしょう。大変残念なことに戦時中の強制疎開で取り壊されてしまいました。終戦わずか1ヶ月前のことでした。現在は桜の名所となり楊貴妃と呼ばれる艶やかな桜が私たちを魅了してくれています。お抹茶をいただきながら季節を感じるのも一興ですね。